BMW とメルセデス AMG の首脳陣は、2025年6月に3週末連続で24時間レースが開催される見通しに反対し、実現不可能、かつ、サステナブルでない、と述べた。写真、悪天候により大幅に短縮された2024年ニュルブルクリンク24時間レース。 来年のイグトクインターコンチネンタル GT チャレンジのカレンダーが発表され、スパ24時間レースの日程が判明したことで表面化したこの問題。2025年6月は14から15日に WEC 世界耐久選手権のルマン24時間レース、その翌週にニュルブルクリンク24時間レース、さらにその翌週の28から29日にスパ24時間と、 三週連続で欧州の主要24時間レースが行われることになったのだ。BMWM モータースポーツディレクターのアンドレアス・ルースは、今年のように同ブランドが三つのイベント全てで存在感を維持することは、おそらく不可能だと述べている。これは大きな懸念事項だ。なぜなら、実際には実現不可能だからだとルースはスポーツカー365に語った。 様々なことが関係している。人員が必要だが、ルマンのテストデー含め、4週間連続でレーストラックに人員を送ることはできない。また、私の意見では、物理的にも実現不可能だ。例えば、ここ、スパ、で準備を始めなければならないとき、我々はまだニュルブルクリンクでレースをしていることになる。従って、物理的にも不可能だ。 BMW のスタッフは全てのレースに参加する。チームも関与しており、我々はこれらのレースを複数回行うわけだが、これはロジスティクスと人的側面から見て不可能だ。SRO モータースポーツグループの創設者兼 CEO であるステファン・ラテルは、来年のスケジュールについて我々にできることは何もない、と述べているが、 ルースはカレンダーに変更が行われない場合の結論について警告した。3週間、4週間連続で休暇を取る余裕がある人、または休暇を取ることができる人はいるだろうか。それは不可能であり、集客という観点で3つのイベントすべてが影響を受けると思う。もう一つの非常に重要なトピックは、ジェントルマンドライバーだ。 これはカスタマーレースであり、カスタマーレースは顧客、ジェントルマンドライバーの夢を叶えてレースに勝つために作られていることを忘れてはいけない。しかし通常、本来の仕事を持ちながら24時間レースを戦うドライバーにとっては、これら3つのレースは通常、準備とレースで1週間を費やすものだし、そしてその後の休息だって必要だ。 そしてこれらのドライバーにとって、これら3つのイベントに参加するのは非常に困難だ。オートスポーツウェブ2024年7月3日。